Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイゴムの価格が12年ぶりに最高価格を記録しました。財務省は国境にある五六川流域の実務と管理に関するセミナーを開催しました。レムチャバンコの開発でフェーズ3のインフラ整備が進んでいます。農業で生活の質を向上させるモデル地域開発プロジェクトが開始されます。それではまず初めのニュースです。タイゴムの価格が12年ぶりに最高価格を記録しました。タイゴム公社はタイゴム取引システムによる EU 森林破壊規制対応のゴムのオークションが成功したと発表しました。その取引でゴムシートの価格が1キロ当たり96.66 バーツに高騰し、過去12年間で最高価格を記録しました。2023年6月29日から施行されている EU 森林破壊規制に基づくタイゴムの輸出は7つの製品グループを対象としています。環境に配慮した農業を推進するこの規制はタイでは昨年12月30日から完全に導入されています。タイゴム公社はEU 森林破壊規制に準拠したゴムへの高い需要がゴムシート価格を12年ぶりの高値に押し上げていると指摘しました。タイゴム公社は EU の森林破壊規制や国際基準にのっとっているため、持続可能で環境に優しい農法を採用するようタイの農家にも対応を求めています。タイゴム取引システムはゴム原産地のデータ収集とトレーサビリティを強化しています。トレーサビリティを強化することで原材料の調達から生産、消費、破棄まで追跡可能な状態にし、問題が発生した場合遡って追跡を可能にするものです。またタイゴム取引システムは取引の透明性と正確性を高め、民間のバイヤーがゴムを加工して世界市場向けの製品にできるよう取引にブロックチェーン技術を導入しています。タイゴム取引システムは詳細な農家の登録記録を管理することで EU 森林破壊規制へ組織的に備えてきました。オークションは毎週木曜日に開催され、通常のゴムシートの価格は1キロ当たり平均85バーツとなっています。興味のある農家はタイゴム取引システムに登録してほしいとしています。このプロジェクトはゴム農園の識別と差別化を可能にし、ゴム製品の特定の農園への 100% のトレーサビリティを保証するもので、これにより
世界市場におけるタイのゴム取引の信頼性と透明性が高まる見込みです。次のニュースです。外務省は国境にある五六川流域の実務と管理に関するセミナーを開催しました。タイ外務省はマレーシアと国境を接する五六川国境地域の実務と管理に関するセミナーを開催しました。外務省によりますと、五六川沿いのタイ・マレーシア国境の管理は現在調査中で交渉が進められている状況です。タイとマレーシアの共同協会委員は協会を示す標識の設置に取り組んでおり、恒久的な境界線がこの地域の良好な関係を妨げることはないと強調しています。明確な境界線は河川の利用と開発をより効率的かつ効果的にサポートすると主張し、境界が明確になることで双方の政府当局と住民は自分たちの権限の範囲と五六川流域の利用方法を明確に理解できるようになり、国境に関連する紛争が減少すると指摘しました。外務省はこのセミナーが五六川の国境地域を管理するための包括的なガイドラインを提供することで参加者に利益をもたらすと説明しました。このセミナーは対話と経験交流の機会を提供し、国境地域管理の明確化につながるものです。中央機関と地方機関の間の政策と業務を理解することで一貫した統一性が確保され、この地域の政府機関が国境をより柔軟で効率的に管理できるようになり、五六川の両岸に住む人々にとって互いに利益をもたらすことになると主張しました。次のニュースです。レムチャバンコウの開発でフェーズ3のインフラ整備が進んでいます。タイ港湾公社はレムチャバンコウ開発フェーズ3プロジェクトの進捗状況について最新情報を報告しました。現在タイ港湾公社はインフラ工事、土地の埋め立て、ユーティリティシステムの整備を急いでいます。中国核工業集団 CNNC のジョイントベンチャーは6月中に埋め立てを完了する予定です。その後埋め立て地の安全性が検査され、2025年までに埋め立てを完成し、その後2026年までにプロジェクト全体が終了する見込みである F1 ターミナルの建設のため、ジョイントベンチャーに管理が引き渡されます。建物、バース、道路、ユーティリティなどのインフラについては、中国港湾工程有限公司が落札しましたが、上訴中のため、まだ契約には至っていません。タイ港湾公社は、鉄道建設や荷役機器の調達、組み立て、設置など、30億バーツに相当する2つの追加公共投資セクションの入札準備を進めています。レムチャバンコ開発フェーズ3は、東部経済回廊開発計画に基づく官民パートナーシップで進められており、プロジェクトの総予算は約1140億バーツです。タイ港湾公社が 47%、民間企業が 53% を負担します。プロジェクトのインフラの運営権を一定期間民間に売却するコンセッション期間は35年間で、完成すればコンテナ能力は年間1100万 TEU から1800万 TEU に増加する見込みです。さらにこのプロジェクトは鉄道輸送の割合を 7% から 30% に引き上げ、車両処理能力を年間200万台から300万台に増強することを目指しています。これにより輸送コストは GDP の 14% から 12%、金額にして2500億バーツの削減となると期待されています。レムチャバンコウは貿易と投資のゲートウェイを目指し、開発が進められています。次のニュースです。農業で生活の質を向上させるモデル地域開発プロジェクトが開始されます。公共事業、都市、農村計画局のフォングラット局長は、持続可能な農業を通じて、生活の質を向上させることを目的としたモデル地域開発プロジェクトの実施を発表しました。このプロジェクトは、放出のイニシアチブを受け、洪水や干ばつに対処し、生活の質を向上させることを目指すものです。このプロジェクトは、前国交陛下がご提唱された
樽を知る経済哲学と新農業理論の応用に重点を置き、健康、生活水準、教育、所得、行政サービスへのアクセスという5つの側面から生活を改善するものです。プロジェクトは6つの地域を対象に実施されます。パヤオ県、ウボンラチャタニー県、ナコナヨック県、チャンタブリー県、カンチャナブリー県、サトン県の6県です。洪水と干ばつの問題を解決し、貯水池を作り、持続可能な農業開発のための学習センターとして機能させ、土壌と水資源の保全を目的として活動が進められます。内務省は全国的にプロジェクトを普及させ、確実に実施するため、各県に少なくとも1つの開発プロジェクトのモデル地域設置を義務付けています。パヤオ県のラッタポン県知事は、パヤオ県は土壌、洪水、干ばつの問題に取り組むため、ノンレン災地区にある対水流保護学習センターでプロジェクトを実施していると説明しました。パヤオ県の対象地域は約87来、およそ14ヘクタールで、官民、ボランティア、ネットワークパートナーの協力を得て実施されています。プロジェクトが完了すれば、作物栽培のための土壌問題が解決され、洪水や干ばつを管理し、貯水池を造成して貯水量を約2万立方メートルまで増やすことができると期待されています。このプロジェクトは1500来240ヘクタールの牛や水牛の農家や周辺住民に恩恵をもたらすとみられています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。ยอมรับแล้วทุกสิ่งเมื่อเธอไม่รักเธอก็โยนทิ้งคือความจริงที่ฉันเจออย่าพูดเลยว่ารักกันอย่าทำเหมือนเป็นห่วงฉันจริงไม่ว่ากันแต่อย่าทำเป็นเข้าใจปากเธอไม่ตรงกับหัวใจอย่าหลอกกันเลยได้ไหมคนเดียวคิดทบทวนเรื่องราวที่มียอมรับラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.